You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 77. Hey ladies, welcome back to the another episode of Her Confidence Her Way Podcast. I am your host, Emiko Rasmussen. 皆さん、こんにちは。Her Confidence Her Way Podcast, ホストの Emiko です。このポッドキャストを毎回聞いてくれているあなた、どうもありがとうございます。そして今回このエピソードを初めて聞いてくれた方、Welcome! I hope you will enjoy and you're gonna start subscribing this podcast and listen to new episodes weekly. もしもこのポッドキャストがすごくいいなと思った方は、ぜひ購読をお忘れなく、そしてサポートの方をよろしくお願いいたします。So, it has been pretty chilly, very cold, during the night time and the morning time, which means that I can finally feel the seasonal change from summer to fall in SoCal. 皆さんの住んでいるところはどうですか？季節感じますか？SoCal、南カリフォルニアとか、あとはフロリダに住んでいる方とかは多分四季を全く感じないと思うんですけれども、まあ、朝晩は冷え込んで、やっと長袖の洋服とかブーツも履いたり、あとはスカーフをつけたりしようかなって考えるようになりました。そして10月は It's Halloween time! なので、もう私の子供はもう本当にもうハロウィンも楽しみに待ってます。なんでかっていうと、Trick or Treating、 キャンディーもらえるからですね。皆さんはどんなハロウィンを過ごしですか？よかったらシェアしてくださいね。 OK!I am super, super, super excited to share this episode because I'm doing something different. I did it. It was really, really scary. なんとですね、今回このエピソードは、いつもインタビューはだいたい私ともう一方っていう感じなんですけれども、私とあと二人のゲストをお呼びして、このエピソードというか、この、インタビューをすることになりました。このエピソードのタイトル見て、え？って思った方いますか？私たちの生活がピンチ。AI がもたらす今後の影響 with women in tech。ということで、AI って何だろうって思ったりしますよね。そのことについても、これからこのエピソードで、インタビューで分かってくると思うので、ぜひぜひ聞いてください。そして今日インタビューさせていただいた女性なんですけども、女性の記述者。It's so hard to say. 女性の記述女性の記述者。I really want you to try. Say this 10 times. 女性の記述者。女性の記述者。Just kidding. Okay. And working mama のリエコさんとサキコさんです。リエコさんはシリコンバレー在住のプログラムマネージャーで、元ソフトウェアのエンジニア、ソフトウェアエンジニアです。そしてサキコさんは東京在住のシステムサポートのマネージャーをされている方です。で、二人をお迎えして今回話したことなんですけれども、女性、OK, here you go again, 女性技術者としての仕事のチャレンジ、グレースホッパー、2018年の会合について、AI 時代の導入でどんな変化があるか、AI に仕事を奪われてしまうのではないか、日本人女性が活躍するためには、そしてワーキングママのことについてお話ししました。I am really sure that you will enjoy our conversation. このコンバセーション、インタビューはすべて日本語で行っております。このエピソードのスポンサーは、ほぼ0円、2ヶ月でオンラインビジネススタートコース by Aiko and myself, Emi. Her Confidence Her Way では、働く女性の自分探し、自分の価値観を理解するお手伝いをし、女性が自信を持って本当にやりたいと思っていることができるようにサポートし、生きがい、充実感のあるワークライフを応援しています。Her Confidence Her Way is all about helping Japanese working women to discover their true self so that they can see their own values and helping them to build their confidence to live the purposeful and meaningful life they love. 時代とともに、私たちのライフスタイル、生き方の違いに伴って、働き方も随分変わってきています。正社員として9時から5時で働く女性、
ワーキングママとして働く女性、フレックスなスケジュールで自分のライフに合わせて生き方をする女性、フリーランス、ノマドのライフスタイルをする女性、そして最近増えているのはサイドビジネスまたは起業をする女性です。30代前後になると、このままの生き方でいいのかな、3年後も今と同じ状況でいるのってどうなんだろうと考え始める方も多いと思います。今までやりがいなしでただひたすら働いていた、だけど3年後も今と同じ状況でいるなんて考えられない、自分は今後何をしていきたいんだろう、今まで働いてきた経験で何か社会貢献できるようなやりがいのあることがしたいな、こんな悩みを持っているあなた、 You are not alone。 私も10年間のキャリアを機にもっと充実感のある何かがしたい、今までの経験を生かして何かをしてみたいと考えるようになり、今では自信を持って自分のやりたいことをしながら充実感のあるワークライフのサポートを始めました。今の時代、フルタイムで働きながらサイドビジネスをしたり、または今後このサイドビジネスを本業にスイッチすることも可能です。このライフスタイルはまさに自分でクリエイトするしかないんです。いつまでも同じ生き方をしていたら何も変化はありません。わあ、これ私と思ったあなた、 Today is your lucky day。 ほぼ0円で2ヶ月以内に自分の経験特技を生かしてビジネスをスタートするオンラインコース3期生の募集を開始しました。2018年以内にビジネスアイデアを固めて、2019年新たなワークライフを私たちとクリエイトしていきませんか。10月20日土曜日午後5時から、自分の経験特技を生かしビジネスアイデアを探す方法のワークショップを無料で行います。このワークショップは1時間で自分のギフテッドタレントを見つけ出し、それをどのようにしてビジネスのアイデアにつなげるかのお手伝いをします。詳細は私のウェブサイトからご確認できます。参加の際は事前予約が必要なので、必ずお申し込みフォームからの登録をお願いいたします。 Remember, you are enough and you are here for a reason. This world is waiting for you to use your talent to help others.So, come join us!今日はですね、ちょっといつもとは違った感じでゲストを2人お呼びしてエピソードをお送りしたいと思います。ゲストの方はリエコさん、シリコンバレー在住のプログラムマネージャーで元ソフトウェアのエンジニア、そしてサキコさんは東京在住のシステムサポートチームのマネージャーをされている方です。こんにちは。こんにちは。はい。ということで、今日は今までやったことのない、初めて3人での会話をしたいと思います。ちょっと緊張してます。なぜかというと、テクノロジーも3人なので、ちょっといつもと違うものを使ってるので大丈夫かなと思ったのですが、お二人はさすがテックということで、いろいろと私もアドバイスをもらって、なんとかここまでたどり着きました。ということで、なりましたね。ということで、はい、今日は、Woman Leadership in Technology in Tech ということで、お話をしたいんですけれども、じゃあ、まずは、リエコさんから少し、リスナーさんへちょっとご挨拶程度で、お願いしていいですか？そうですね。はい。シリコンバレーで住んでいまして、まあ、サンノゼなんですけれども、まあ、某、テック会社に勤めまして、まあ、割と大きな企業なんですけれども、そこでもともとはソフトウェアエンジニアとして始めてるんですけれども、やっぱり女性エンジニアとしては、100人いる建物の中で、ただ一人女性エンジニアだったところから始まりまして、で、そこから、まあ、だんだん、プロジェクトをこう統括するような立場になっていったんですけれども、やっぱりどうしてもエンジニアさんの方は女性が圧倒的に足りない。で、しかも日本人としてエンジニアさんをされている女性っていうのはもうほとんどいないに等しいんですね。で、まあ今日はそれについて少しお話できたらと思います。はい、ありがとうございます。そして、さきこさん。はい、こんにちは、さきこです。私はですね、
ずっと社会人経験はずっと東京で、過ごしております。まあ、ある程度の社会人歴はあるんですけど、その間は、今3社目でアメリカの企業を、渡り合いでる状態なんですが、ずっとテック業界で、最初のキャリアの始めはエンジニアから始めました。で、リエコさんもおっしゃったんですけれども、やっぱりチームの、大きな単位のチームの中でも女性は一人というような環境が続いていて、最近は少しはですね、女性も増えてきたかなというところはあるんですけれども、まだまだ女性が珍しい業界、だと思っています。ですので、まあ実際に皆さんがいろんな形で興味を持ってもらえるようなお話ができたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。そして今日はどうしてこの3人が集まっているかというとですよね。そこがまずスタートだと思うんですけれども、ね、じゃあ今現在はどちらにお二人はいらっしゃる、まあ、temporary なんですけれども、いらっしゃるか。そして、今その、なんでそちらにいるかっていうことについてお話を聞きたいと思います。お願いいたします。はい。じゃあちょっと私が、ご説明しますと、今私たちはヒューストン、テキサスのヒューストンにいるんですけれども、グレースホッパーセレブレーションっていう、世界で最大のコンピューター業界に従事する女性のエンジニアの集まる会合というのがありまして、ここ5年ぐらいで6000人ぐらいの規模だったものが、今では2万2000人です。今年は2万2000人の、ほぼ全員女性のエンジニアさんないし、私のようなプログラムマネージャーやプロジェクトマネージャーのような人たちが、みんなコンピューター業界の普段、ポツポツとしかいない女性が、世界中からこう、集まって、みんなで、どうしたら女性を増やしていけるか、女性としてのチャレンジはどんなことがあるかっていうのを話し合いながら、まあ、本当にセレブレート、お互い頑張ろうね、みんなで、それぞれの部署に戻っていっても、寂しい思いをしないで、頑張っていこうねっていう、そういう会合にいます。はい、どうもありがとうございます。で、この会合、まあ、英語ではよくカンファレンスというふうに、アメリカの企業で働いている方なら聞いたことがあるとは思うんですけれども、実際、さきこさん、東京というか日本でもこのようなコンフェレンス、会合っていうのは実際、あるんですか？ですね、小さな、いろんな団体があります。で、いろいろな団体がそれぞれにカンファレンス、はい、ないしは、ミーティングみたいなものをですね、やってはいるんですけれども、これほどの規模のものというものは、やはり東京ではなかなか考えられず、非常に多くの企業が参画したり、いろんなアカデミックな団体も参加している、っていうようなところは、まだ東京では実現できてないところなんじゃないかなと思ってます。なるほど。ではきっと、リスナーさんの中でも、私のリスナーさんでは、アメリカ、まあ、または海外で働いている日本人の女性、または日本でこういった、外資系であったり、または海外に住んでいてっていうようなリスナーさんがいると思うんですけども、実際、まあ、コンフェレンスというものに参加したことのない方、が、まあ、いると思うんですけれども、実際そのカンファレンスに参加すると必ずあるものというのが、このキーノートスピーカーというもので、このキーノートスピーカーっていうのは、このまさにもうメインのスピーカーみたいな感じですよね。実際私もうまく説明はできないんですけれども、メインのこう、何人かいろんなスピーカーがあったり、時間1時間ごとにいろんなセッションがあったりするんですけれども、その中で、キーノートスピーカー実際2名について、ちょっとお話を聞きたいんですけれども、よろしくお願いします。まあ、多分知名度としては一番あった方だと思うんですけれども、まあ、業界ではですね、ジェシカ・マシューさんといって、ナイジェリア人と、アメリカ人の両方の国籍を持っている方なんですけども、なんと19歳の時にもう発明をして会社の社長さんになるという偉業を成し遂げた方で、もうめちゃめちゃ頭がいいのは絶対なんですけれども、壇上に現れた時は、真っ黒の割とこう、スキニージーンズと、長い髪と、あと赤いヒールで、15センチぐらいある赤いヒールで、カツカツカツといらして、で、すごく話が面白い方なんですけれども、そういうイメージの、方が、まず、社長さんであること、そのこと自体が、まあ、この会合の趣旨の
なんか、あまり人が想像しないところにコンピューター従事者がいたのねっていう、まあそういう本当に、典型的な感じなんですけれども、で、その、ジェシカさんがですね、発明されたことっていうのが、サッカーボールなんですけれども、ナイジェリアで、電気供給がちゃんとされていないということにすごく問題を感じて、で、彼女のご家族に、会いに行かれるときに、すぐ電気が消えてしまうと。で、電気、この照明をつけておくことすらままならない状態らしいな、らしいんですね。で、その時に、どうやったら発電ができるかということで、サッカーボール、ものすごく、みんなサッカーをするのが好きなので、サッカーボールの中に、発電機を入れちゃったんですね。で、ちょっと、すごい発想ですよね。あんまり、普通の人には考えつかないんですけど、まあ、彼女のそのエンジニアリングの、もう、基盤があった、そのならではだと思うんですけども、で、その発電機をサッカーボールに入れてですね、その、キネティックエナジーっていうんですけども、そこで発電したものを使うとですね、確か、1時間サッカーをそのボールで遊ぶと、3時間照明がつくらしいです。で、その発明をしたんですけども、彼女のすごいところはそこで終わらずにですね、やっぱり女の子が、よくサッカーに入れてもらえないらしいんですね。うん、で、うん、で、やっぱり彼女ももちろん女性ですし、女の子が一緒に遊べないし、あとそれからお家の中でも何かできるようなものがないかって考えたときに、縄跳びはどうかと思ったらしいんですね。で、またそれもすごい発想なんですけども。それもすごいですね。それで、縄跳びを15分で1時間発電っていうものも開発されて、で、しかも、その、縄跳びを、披露して、これなんだけどねって言って、で、なんと、その、赤ヒールのまま、軽やかに弾道で、ちなみにこれ、スタジアムなんですけど、トヨタセンターっていう、普通に、なんでしょう、バスケットとかやるようなスタジアムで大きな規模のとこなんですけども、彼女はその壇上で、軽やかに赤ヒールで、縄跳びをされたっていう。そういう。とっても印象的ですよね。本当すごいです。もう彼女としては、ほら私普通の人でしょっていう、まあそういうアピールだと思うんですけども、で、まあ彼女はそういうことを経て、ナイジェリアの、でも、その、ご家族のことを考えると、その発電をして、例えば1時間とか3時間とか、照明があるだけじゃ足りないっていうことに気がついてしまって、じゃあ、もっともっとちゃんとナイジェリアの人たちを助けるためにはどうしたらいいかって思ったら、結局、発電も、充電も、送電も、全部、普段だったら、おじさんたちが、がっちり固めているような、そういう部分まで、インフラにまで、着手しなきゃいけないっていうことに彼女は気づいたと。で、彼女はそういう話を、どんどん辿っていくんですけども、でもね、私はこんなことを計画したわけではなくって、本当に自分の家族のために何ができるかって柔軟に考えていったら、結果的にこんなところに自分は、立てることになったんですっていう、そういうお話でした。すごいですね。一つごめんなさい。インフラにまでって、そのインフラっていう言葉の意味は、どういうことですか？多分その、生活基盤。そうですね。なんかその、うん、充電をしている、何でしょう、変電所とか、電気を貯めておくところと、それから本当にその電線を、たどって、どうやってお家まで電気を供給するかとか、で、なんかこう、街のこう地面に埋め込める、発電、こう、振動で発電をできるようなタイルみたいなものも発明されていて、なんか話がとにかく大きくなったらしいんですよね。もう、どんどんもう街のこう、整備に、加担するような、
本当に大きな事業に発展していったという、そういう感じなんですよね。すごいインスパイアされますよね。本当に家族を助けよう。まあ何かの問題があって家族を助けようということで、こう発明したら、それが今度はもう世界貢献になったっていう感じですもんね。本当にそうです。もう脱帽です。はい。で、その彼女、ジェシカさんは今、ナイジェリアとアメリカの、なんだ。そうですね。両方を聞きされてる。ただ、彼女が言ってたのは、ハーレム、ニューヨークのハーレムで、はい、会社をやっていらして、で、それもすごく珍しいんですけども、もちろんスタートアップっていうのはもうどんどん売り込んで、で、女性の社長さんっていうのはなかなかこう、ファンディングですか、その資金が得られない。そうですよね。ということで、今すごくしきりに言われてますけども、彼女の場合は、まあ、それはもう話し始めたらキリがないから、ここでは全部言う、説明できないけどねって言ってらして、それで、ただ、あまりにも期待をされてなかったので、ノーマークで彼女の事業は、成長していったと。もう誰も彼女のやっていることを邪魔するような、そこに乗り込んでいこうみたいな気持ちにはならなかったらしく、かなり自由を与えられたのは、私の場合は、黒人で、スタートアップの社長であることは実はアドバンテージだったかもしれないと言ってらっしゃいました。そこがまた見方がこううまく逆にっていうのが本当スマートですよね。やっぱりアメリカで働いているとやっぱり women の with in color な例えばねアジア人であったりヒスパニック系だったり黒人だったり、そして女性っていうとやっぱりそこでいろいろとチャレンジというかね、壁にぶつかることもあると思うんですけども、そこをうまく乗り越えて、ここまで、会社を成長したっていうのが本当に素晴らしいなと思います。それで、今、先ほどおっしゃったスタートアップっていう言葉もありましたけども、本当によく聞くのがスタートアップで、女性はなかなかファンディング取るのが難しいっていう話は、聞いてはいるんですけれども、やっぱりまだそれは実際のところ起きているんですね。もう全然起きてるみたいですね。で、あとは 17%、さっきクロージングキーノートに行ってきたところなんですけど、さきこさんと。はい。17% だそうです。女性社長が今のスタートアップの中で。そんなにちっちゃいんですね。そうですね。なるほど。全然まだまだですね。で、もう一方、まあ、スタートアップということで、すごい上司、すごく大きな会社の上司だった方がいきなりスタートアップの会社に、転職されたという方のお話も聞いたということで、その方のお話もぜひ聞かせていただけますか？もう一人のキーノートの方は、まあ、ニオっていう会社の、方なんですけれども、ですね、ニオドットwww.nio.io とかでやると、普通に nio だけでも、nio ですね、検索すると出てくる、まあ、自動運転車両、EV だとか、自動運転車両の会社に関する、お勤めというか、まあ、CTO をされている方でしたね。で、その方は、キャリア自体はすごい長らくいろいろなところを回ってきた方ではいらっしゃったんですけれども、このニオっていう会社に参画される前は、シリコンバレーの中でも非常に有名な会社の一つだと思うんですが、シスコシステムズの上級役員だったということで、そこでまあ活躍をされていたんですけれども、その後すぐにですね、まあ、いわゆるスタートアップ、今何か成し得ているというよりは、これから何かを成し得ようとしているような会社である、このニオっていう会社に転職されているというような状況でした。で、まあ、その時に、まあ、このパドマスリーさんがおっしゃっていたこととしては、まあ、うまくいっている仕事についている時に、まあ、次のドアを叩く重要性みたいなことをおっしゃっていたっていうところと、また、転職とか、新しいチャレンジをするとき、新しい仕事に就くときっていうのは、まあ、新しい、
知識を要求されることが多いよっていうようなことをおっしゃっていてですね、私はその、なんていうのかな、その、シスコだとかそういった大きな会社で、大きな組織を、ドライブしていた方っていうのが、こういった、改めて本当に新しい意識を要求するようなところに、まあ、飛び込んで、まあ今、夢を語られてるっていうことに非常にインスパイアされて、まだまだその、自分自身が、辿ってきた道はまだまだ短くて、これから何が起こるかわからないんだから、自分でもっともっとやりたいことっていうのを探していくようなことも含めて、うん、広い目視野を持って、ちょっといろんなことにチャレンジしていきたいなっていうようなことを、まあ、だいぶ達者な方だとは思うんですけれども、改めて感じさせられるような形で、非常にその、エナジーというか、非常にインスパイアされました。そうですよね。この、うまくいってる時こそ次のドアを叩くっていうのは本当にそれは、すごい同感するなって思ったんですけども、ついついやっぱり私たち女性ってこう、なんて言うんだろう、安定感を求めてたり、こううまくいってるから、これでキープしたいなっていう、こう思うところもありつつ、でもやっぱり仕事がある時に次のオポチュニティに自分でこう切り出していくっていうのが、まあ、難しいなっていうところもあると思うんですけども、でもその時が一番なベストな状態で自分もうまく発揮できるっていう部分もあるので、なんかその辺もすごくわかるなって思ったのと、あと、転職をするときには 30% が新しい知識をっていうふうに言ってたんですけど、その 30% っていうのは、全く違うインダストリーの知識とか、なんかその辺のことは言ってました？そうです。そうですね。多分、さきこさん、もし違ってたら教えてほしいんですけど、多分、パダマスレイさんは、車業界のことは多分、ほとんど知らずに転職されていて、で、自動車のことはよくわからないけれども、シスコなんかネットワークとか、もっとコンピューター寄りなので、うん、で、その会社に行くにあたって、多分新しく得なきゃいけない知識が多分膨大にあったと思うんですね。で、その新しい知識を得なきゃいけないにもかかわらず、人の上に立たなきゃいけないっていう、また違うセッションで、その会合の間のセッションで、そういう話があったんですけども、その上に立つ人が新しい分野に行ってしまうと、自分も勉強しなきゃいけないのに、人をリードしていかなきゃいけないっていうのは、どうやってバランス取るんですかっていう、話があったんですけど、で、それはパダマスレイさんじゃなかったんですけど、違う方が、もうそれは聞くしかないわよって言ってらっしゃいましたね。もうとにかく、もうみんなに聞いて、どんどん吸収して、だけど聞くことによって、やっぱり自分が全部知らなきゃいけないんではなくて、自分よりもエキスパートである人たちに囲まれて、その人たちをこう、つなぎ合わせてリードしていくリーダーみたいに、まあ、なるのが理想だっていう話が。そこ、すっごく大切ですよね。多分私たち女性ってそういうところが、あ、こういうと、全く車なんて知らないから私なんて、無理でしょっていう多分そういうマインセットで次のオポチュニティにこうリープしない人っていうのがたくさんいると思うんですけども、自分で何でもやろうとするのではなく、チームと助け合っていくっていう、そこができるかできないかでそのキャリアのアドバンスメントって変わっていくんじゃないかなって私も本当に思いますね。特にプロセスなんかやらなきゃいけない。まあ、ちょっとテクノロジーの方私はわからないんですけども、実際私はアドミン、ビジネスのアドミンの方で、で、よく新しいリーダーの人が私たちのデパートメントに来ると、一応シャドウって言ってそのコーディネーターの人がやってることは見るけど、実際私はその一つ一つのステップはわからないけども、大きなビッグピクチャーのコンセプトは分かってるからっていう意味で、そこから始まって、でもすごい自分がもう本当にアドミットする、本当に私は全く分からないので、I need your help っていうふうに、そういうふうに言えるリーダーっていうのが本当に必要だなって思いますね。そうですね。うん。
そうですね。で、私は本当に IT とかテク関係っていうのが全くわからないんですけれども、その、今後、よく、AI って言って、もう本当に身近なところで言うと、この前も私映画館に行った時に、チケットを買うところっていうのがもう、人がもう売っていない状態で、すべてがなんかマシーンの状態で、うん、もう本当に私たちが昔働いてやっていたことがもうほとんどマシーンにこう、なんだろう、取られているというか、スイッチされているっていう感じなんですけれども、今後、職場でこの女性が少ない中で、こう、どん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 いろんなテクノロジーが開発されていくっていう、これって今後そういう状態はどうなってしまうんでしょうか？もしも私たちがこう、lean in しないで、ステップアップしないで、男性だけのこのコンピューターの AI ワールドになってしまうと、どんな風になってしまうと思いますか？あきこさんどうですか？男性が、私たちがリーンしないで、男性ドミネートの状況が変わらなかったらどうなるかってことですよね。はい、やっぱり、そうですね、今までとそんなに変わらないというか、ちょっと全然違う業界の例え話ですけれども、車のエアバッグで、死亡率が高いのは女性と子供だったりするんですよね。はい、で、これなんでかっていうと、うんうん、テストしてるのが、まあ、屈強な男性の体でテストしているので、わあ、骨格的に弱かったり、未発達な状態の子供っていうのを想定してないで作られていることによって、要は視点が足りない状態で、偏った視点で物が作られていることによって発生している悲しいことっていうのがある。で、まあ、これって本当にそれだけじゃなくて、例えば私が子供を育てているときに、おむつを対応していたけれども、おむつが背中から漏れるってことを、この作ってる人は知らないのかしらって思うような漏れ方をしたりとかするときに、そういうときにやっぱ何かしら視点が足りないのかなって思ったりする。ああ、なるほど。そういうときには、やっぱりその女性とか、まあもちろんいろんな視点を持って、いけるような、参画の仕方っていうのがあるっていうことが価値につながったりとするんじゃないかなとは思っています。すっごい、それも本当にいいポイントですよね。そういうの本当に知らなかったんですけど、ありがとうございます。じゃあ、リエコさんはどうですか？そうですね。でも本当にそうで、やっぱり気づきがないじゃないですか。いろんな人が混じっていないと。うん、で、私がその AI とかですごく、結構危機的な状態にあると思っているのは、例えば自動運転の車であって、AI が入っているって聞くと、さも高度なコンピューターが入っているから大丈夫みたいな気がしてしまうかもしれないんですけれども、コンピューターっていうのは、所詮人間が教えたことを、いや、もうすごい速さで考えているだけで、もともとはやっぱり人間が指示することなので、その人間の、決断が、やはり偏ったグループの人たちによって決められていることを元にして動いていると、やはり結果的に偏った考え方、偏った動作をしてしまう車であったり、ロボットであったり、そういう未来はもうすぐそこまで来ていると思うんですね。で、多分そのしわ寄せが分かってくるのは、本当にそれこそロボットがお年寄りのことを助けてあげるようになって、毎日一緒に過ごすようになってからとか、本当に、人の生活に寄り添うようになってきたときに、ああ、これも考えればよかった、あれも考えればよかったっていう、なんかこの辺がちょっと偏った考え方になってるかなっていうのが、後で、出てくると思うんですね。だからやっぱり作り手の、人の中にいろんな人が混じっていること、男性、女性、それから人種もそうなんですけれども、やっぱり育った環境が全く違う人たちもいろんな人が入っていて、よく考えるのが、大陪審ってあるじゃないですか、はい、こう、
で、犯罪、この犯罪はどのくらい悪いのかっていうときに、いろんな人をなるべくこう集めてフェアに考えようとするじゃないですか。もう、それって、やっぱりこの白黒つかないことっていうのは、どうしてもいろんな多様性のある人が集まって考えないと結論が出ないということだと思うんですね。で、それが全く同じことが AI の世界でも、起こっている、今まさにその時だと思うので、ぜひ、もっともっと女性に、参入していただきたいと思います。本当にそうですね。多分、そういうことっていうのも、本当に、こう、誰かから言ってもらわないと気づかない。私も本当に、普段生活してたら、本当にそんなこともなんか気づかないで、これが当たり前だなっていうふうに思って生活をしてしまうと思うので、本当にそういう面では、そのダイバーシティって、本当に、まあ、男女だけではなく、本当に今、リエコさんがおっしゃったように、いろんな人種とか、本当に、いろんな方向からものを考えていかないなきゃいけないなっていうのが少し本当に今伝わりました。で、私もこれ以前リエコさんとお話ししたんですけども、私もこう一つ気に食わないことがあって、でよく最近オートリプライっていうか、コンピューターとかで結構なんかもうテクノロジーがもう E メールのアシスタント、ボットみたいな感じで、もうなんかキーワードを読んで、で、それで、もうコンピューターが事前にその送り手にメッセージをなんか送るみたいのがあるんですけども、なんかそういう人のアシスタントの名前がエマだったり、なんかジェセカだったり、女性の名前であること。で、それもすっごい気に食わない。まあ、フェミネストの部分もあるんですけども、すっごい気に食わなかったり、あとは、アマゾンの、アレキサ、わかります？この、マシーンで、はいはい。あれとかも、なんか、アレキサって名前が女じゃない。女性の名前じゃないですか。だからそれに、アレキサ、play this and play that とか、なんか英語でこう、うちの子供が言ってるのも、それ聞いてるだけで私もう気に食わなくて、もう最近名前を、それアレキサじゃなくてエコっていう名前に変えたんですね。エコって言うと、まだちょっとロボット系で男女も関係ないかなっていうのがあって、私は本当にそういうちっちゃな規模なんですけども、そういうとこからもなんかすごい、男性が考えた、なんか女性はまだアシスタント的ななんか部分があるのがすごく気に食わないなっていうのが、あるんですよ。でも全然その話してましたよ、会合で。されてました。やっぱり、やっぱりアシスタントっていうとどうしても女性になってしまって、しかも、ちょっとセクシーな感じの女性が、どうしても出てくると。で、それをやっぱりやめようということで、ちょっとデモがあったんですけど、大きなセッションで。なんて何人ともわからない。で、女性は女性なんですけども、そういう、なんて言うんでしょう、こう、セクシーな感じの、魅力が、まあ、出ない感じのアシスタントで、でも、受け答えはものすごくこう最近の AI ですごく臨機応変に答えられるような人のデモをやってましたね。本当に 100%。そこに私もサポートしたいです。そうですね。ということじゃもう今後、これからそういうもっと、ね、女性がこのコンピューター業界に入ってほしいっていうすごい大きなお気持ちが本当に伝わるんですけれども、まあ女性といっても、まあ女性の中でも私たちアジア人でもっとちっちゃくいれば日本人の女性がこの世界でこういろいろ活躍するためにこうどんなことを私たちはしたらいいでしょうか。実際に特にこのテクノロジーの業界で、まあ別に業界絞らなくてもいいんですけども、私たちには何ができますか。とりあえず私が企業で、アメリカの企業で働いてあざだらけなので、とりあえずその視点からなんですけども、まず私が最初にびっくりしたのは、英語ができるようになればコミュニケーションっていうのは取れるんだと、なんか最初は思っていて、とにかく英語で自分の考えが言えるようにしようっていうところにフォーカスしてたんですね。ところが、それだけじゃ全然足りないっていうことに気がついて、
実はこのグレースホッパーセレブレーションっていう、この会合なんですけども、5年前に参加したのが最初だったんですけども、そこでものすごく自分の意見をはっきりと自信を持って言える女性に囲まれて、そういう人たちが成功しているということに気がついて、これは日本人の私としては、大変な、こう、考え方変更をしないと、できないなってすごくショックを受けたんですね。で、本当にそこが元になっていて、で、英語っていうのは、恵美子さんと美穂さんもいつもおっしゃってるんですけども、本当に喋り方、内容の説明の仕方から全然変えなくては通じないっていうことがあると思うんですけども、例えば日本ならば、説明で結論が多いと思うんですけども、英語で世界の人、もう本当アメリカ人だけじゃなくて、インド人も中国人も、ノルウェー人とかもう全員混じっているその人たちに対してコミュニケーションをするときは、とにかく結論をバーンとまず言えること。で、その結論に対して、明確になるべく少ない言葉数で、説明できることが多分企業では特に要求されると思います。で、そこに持っていくには、日本人の奥ゆかしさ、日本人のこの、なんて言うんでしょう、あまりこう、ズバズバ話をしない、ズバズバものを言わないっていう、それが良しとされている日本人女性としては、とても難しいことだと、痛感していて、だけど、やっぱりそこは、コミュニケーション、世界とのコミュニケーションをするためには、致し方ない。もうそこはもう仕事をするときは、ちょっとこう、マインドセットを変えてやっていくぐらいの感じでないと、まあできないのかなっていう、実感をしています。タキコさんどうですか？私はやっぱり今回のセッション、まあ、去年初めて GHC に参加して今年2回目なんですけど、まあ、今回のセッションの中でまたリマインドされたなっていうふうに思ったのは、やっぱりちゃんとその自分をちゃんと説明できるようにしましょうっていうようなところの、とこですね。どうしても、何かいいことがあったり、例えば何か成し得たとした時も、私たちで頑張りましたとか、誰々さんの、はいはい。この結果に結びついたんです。ありがとうございます。みたいなところで、なんとなく自分のその手柄みたいなものっていうのを少しこう薄めてしまうようなところがあるんですけど、自分が何を成し得たかしっかり説明できるようにしようとか、それは私がやったことなのであるっていうことをちゃんと自分で自分のことをアドボケートしよう、まあ、主張しようっていうような、ところが、リマインドできたなと思っていて。で、これってすごくやっぱり日本人の気質としては難しいなとは思うんだけれども、私もずっとこうグローバル企業で働いてきて、特に最近は、まあ、マネージャー的な形でですね、いろんな人に対して物事を主張していかなきゃいけない中、まあ、自分、それからチーム、それをすごくこう、他のところに負けないというか他の人たちをこう説得するためにどういうふうにコミュニケーションするかっていうのを考えて、やっぱりどういうふうにコミュニケーションしてるかっていうと、こう思います。こうです。なぜならばこうだからですっていうのをかなり強く、強調しながらコミュニケーションしているなっていうふうに気づいたので、まあ、自分がやってることも、それに、うまい、なんつうな、ベストプラクティスに習ってるようになってきたかなっていうのも思いますし、今回改めてそういったことをリマインドしてもらったことによって、まあ明日からというか今日から再出発できるなっていうふうに思うんですが、やっぱそういったところがやっぱチャレンジかなと思ってます。もう本当にまさにって感じで、もう今の、さきこさんがおっしゃったこともセルフプロモーションですよね。であったり、とか、あとコミュニケーションのスタイルで、まあ私もよく言うんですけども、日本語を喋ってる時のなんかアイデンティティとしては、エミコっていう自分がいて、でも英語で喋ってる時の自分はなんか、It's Emmy って、なんとなくこう、人格が変わるというか、そういうのがあるので、多分、これは本当に特に海外で、ね、もう住まれてる方は多分そういうちょっと自分でも気づきな部分でもあるとは思うんですけども、本当になんか
もうお二人にこうやって言っていただいても嬉しいです。もう本当にありがとうございます。で、こういうふうにしなきゃいけ、しなきゃいけないって言ったらおかしいけども、こういう、働き方っていうのがすごく大切だと思うんですけども、やっぱその中で女性って、どうしても、なんて言うんだろう、ダブルスタンダードっていうんですかね、あんまり女性はそんなに、こんなことをいっぱい言うとなんか、she's too bossy だとか、こんな風に言うとなんか、ladylike ではないとか、こんな喋り方、こんな言い方をしてたら人から好かれないとか、そういう多分スタンダードとかあったりしますし、また、女性として、こう、キャリアを積んでいく中で、でも、別に、キャリアだけじゃなくて、ママとしてでも、両方、もちろんバランスっていうのは、私の言うバランスはその50-50の綺麗なバランスではないんですけども、一つ選ばないで両方もできて、両方もできる女性として、こう、活躍していきたいなっていうふうには自分も思うんですけども、その辺、どうお考えですか？お二人とも、ワーキングマザーということで。そうですね。私は二人娘がいるんですけれども、6歳と10歳で、で、小学校の、活動とかのボランティアなんかも、やっぱりできるだけやろうと思ってるんですけども、やっぱり母として、妻としての顔っていうのは、やっぱりちょっと違うようにしておかない、やっぱり優しくしていかないといけないですし、お家に難しいところだ。あんまりズバズバとやってると怒られちゃうんで、っていうか、やっぱりこう、円滑に、和を大切にする過程でいいと思うので、やっぱりそこはちょっと、こう、コミュニケーションの使い分けをすることと、あとは母として、妻としているプライベートな自分と、仕事をしている自分の両方を完璧にするなんて絶対無理なので、手を抜けるところは抜く。ヘルパーさんですね。うちはナニーさんに、子供の学校の放課後の面倒を見ていただいてるんですけども、そういうこととか、あともう、やっぱり主人に、できるだけ手伝ってもらって、子供が寂しいとは思わないようにと、私はなんかそこがゴールになっていて、子供の横にいつも誰か大人がいてあげることはすごく大切だと思うんですけれども、それがいつもいつも私ではできないので、そこはやっぱり、まあ、多少妥協しているところで、でもそれを、自分で許すということで仕事をしている感じです。はい。ああ、もうちょっともう本当に、エイメンって感じです。もう、聞いていてありがとうございます。もうまさにそうですよね。もう完璧なママとしてなんて、でも本当にそんならもう、とっくの塔に私も捨てちゃいました。これもやらなくて。申し訳ないなっていう、ダメなところに目をついつい向けちゃうんですけども、そうじゃなくって、例えば子供が、私の場合だったら、プリスクールっていうか、幼稚園に行ってたりとか、あとは、アフタースクールに行ってるんですけども、そういう時に、あ、私がいなくて、かわいそうだなっていうふうに思うんではなく、あそこで、宿題ちゃんとやってたりとか、友達と楽しく、お外で走り回ってたりとか、幼稚園、自分の、下の子だったら、なんて言うんだろう。こんな、幼い時から幼稚園に行かせてっていう風に、昔はこう思ってて悪いなってった部分もあったのですが、まあ二人目っていうのもあり、結構、まあママ的にすごく強くなって、私がいない分、こうソーシャライズのスキルもできて、幼稚園でいろいろ学んで、よし、これでいいんだっていう自分の中で、これが今の中の自分のサクセスだなっていう風に自分で、考えるようにはして、私もしています。じゃあ、さきこさんはどうでしょうか？日本というと、特にもっとなんか他の、なんかもっと倍のプレッシャーがあるなっていう私の中ではそんな思いがあるんですけれども、どうですか？おそらく多分あるんだと思います。さっき、おっしゃったように、私は0歳の、彼が私は5歳の息子がいるんですけど、5ヶ月、の赤ちゃんの時に保育園に預けたんですね。で、やっぱり周りからは、まだ5ヶ月なのに、かわいそう。お母さんと一緒にいなくて、かわいそうっていうのは、やっぱりすごくこう、まあ、伝統的な
あの、地域に住んでいる祖父母とか。うん。で、やっぱり少しそういうところって、自分にも若干こう、後ろめたさがあったり、その頃は特にあって、で、そうか、私が働きたいって思うのっていうのは、もしかしたら贅沢なことなんじゃないかな、とか、やっぱりこう、仕事もやりたい、子供とも、あの、育児というか、まあ、家族も大事にしたいっていうのは贅沢なことなんじゃないかっていうふうに、やっぱり葛藤した時期もあったはありました。でも、その時に、あの、ちょっと救いになったのは、同じくですね、5ヶ月で預けている女の子のお母さんと、まあ、たまたま仲良く、保育園の、あの、まあ、まともってやつですね、なって、その時に、私たちって何がかわいそうだと思ってこんなに後ろ髪引かれてるんだろうね、っていう話をしたんですよ。で、結局いろいろ話を聞いていると、5ヶ月の子供も、まあ、保育園に行くとすごく楽しんでいると。楽しんでいて、その中でも後ろめたさを感じるっていうのと、まあ、他の方からそういうふうなコメントをいただいて、なんか私は悪いことしているなっていうふうに申し訳なく思うのって、最終的には自分たちが面倒を見ていたいっていう、きっと自分たちのこの主観というかエゴな部分がすごく大きくて、それがすごくハイライトされちゃう。あの、他から言われたことっていうのが、そうだ、私はちゃんと面倒を見なきゃいけないのにっていうふうなところに、どうしても注目してしまうような状況があったのかなと思います。で、幸いにすごくいい保育園とか、あの、サポーティブで、ありがたい保育園だったものですから、いろんな情報を連携してもらううちに、まあ、彼は彼なりに非常に楽しんでいて、いろんなことを吸収していて、まあ、バランスよく、育っていってるっていうのが分かったので、まあ、そういった後ろめたさというのは、どちらかというと、彼は、そういったいろんな機会から学ぶチャンスを得ることができ、私も仕事に戻ることができることで、成長に、自分自身の成長にもつながってるなっていうような感じで、前向きにすごい考え方を転換することが、できたなと思っています。で、よく言われるんですけども、仕事と家庭両立時点すごいですねって言われるんですけど、その時に答えてるのは、いやいや、両立なんかしてませんからっていうようなことですね。本当何もかも、あの、目をつぶりながら、あ、なんだかお家が怖いな、面白いとか、そんな感じで目をつぶりながら、やっぱりその目の前にあるやっていきたいことっていうのに、リソースを当てながら、集中したときは集中して、仕事に集中するときには集中して、みたいなもので、なんとかこうバランスを保ちながら、あの、頑張ってるかな、というようなところはあるので、まあ、全部はカバーできるかって言ったら、まあ、できません。なので、あの、さっき言ったような、外の力を借りたり、うちはもう夫はかなり、あの、最初から、インボルブをしておりましたので、かなりのスキルを持って、あの、家庭に参画してくれてるようなところまで5年経って至っておりますので、まあ、引き続きそこをうまく、コントロールちゃいけないですよね。協力を得ながら一緒にやっていきたいなと、そう、思ってます。マネージメント。うん、そう。いやー、もう本当にもう私涙が今もうポロポロ流れてるんですけど、本当にワーキングマザーの私たちにとって、これって分かっていることでありながらも、やっぱ他の人からそういう話を聞くだけで、なんか安心感っていうか、自分だけじゃないんだなっていうのがすっごい、そう。私結構泣き虫なとこがあるんですけど、本当になんか聞いてて、多分私たちだけじゃなくて、こうね、あのリスナーさんの中でもワーキングマザーの人もいれば、将来ね、まだ今後ワーキングマザーとして働きたいなって思ってる人もいると思うんですけど、本当これを聞いていると本当に今もう勇気づけられる、あの、自分は一人じゃないんだっていうことであり、あと私も本当によく、How do you do it all? って言われるけど、私も本当に答えは、I don't! っていうふうに、よく、あの、英語ではなんか、ジャグリング、あの、ボールをこう上に投げる、あの、サーカスっていうかパフォーマンスの人で、なんかよく、ワーキングマザーっていうふうに検索すると、なんかそのワーキングマザーのイメージとしては、こうスーツを着ながら、なんかラップトップを持ってて、なんか下で子供が泣いていたりとか、ワーキングマザーでこう、なんかこう、ジャグリングのそのボールが、なんか例えばコンピューターのデスク、
ラップトップだったり、食事だったり、買い物バッグだったり、そういう感じのイメージがあるんですけども、私の中では、I drop balls all the time。本当にボールはもう常に落っこったままであるけど、ピックアップできるときにそれをピックアップするっていう感じで、だから私ももう家も、自分の家なんかモデルハウスじゃないから別に、これがハウス、ファミリーのホームなんだっていうふうに思って、もうどん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 、前向きに、毎日一日をフルに過ごしている感じなんですけれども、本当にもう二人の今のこのコメントも、本当にもう私も、ワーキングマザーなども本当に勇気づけられました。そして多分、こう、リスナーさんの中でも、わ、こんな、エミコだけじゃなくて、エイコさんも、サキコさんも、こんなに、こんなに素敵な女性がいっぱいいるんだ。じゃあ、私もそんなグループに、そんな、そんな人たちにもっともっと、コネクトしたいって、多分、思った方もたくさんいると思うんですけれども、今、お二人がやられている、その、コミュニティがあるんですよね。そうなんです。そのことについて、特にウォマンのコンピューター、まあ、テク関係のっていう感じなんですかね。ちょっとその辺もお話、ぜひぜひ聞かせてください。はい。本当、エミゴさんがさっき言ってらっしゃったように、他に同じ境遇の人がいるんだっていうのが、すごく、心の支えになると思うんですけども、本当にこれは確かな、メソッドとして、このなかなかコンピューター業界で全然人数がいない日本人女性としてでも、本当ワーキングマザーとしてでも、お互いにこう状況をシェアして、あ、なんだ私だけじゃないんだって、こう安心できるっていうのがものすごく明日への活力になると思うんですね。で、そういうことで、このコミュニティを私たちの場合は、アニータ・ボーグっていう、この、グレース・ホッパーの大きな会合を、オーガナイズしている、非営利団体があるんですけれども、そこの中で、中国人グループがあったり、フィリピン人グループがあったり、スペイン人グループがあったりっていう、その別のグループがあったんですけども、日本人グループがなかったんですね。で、それで去年、そこの、団体と掛け合いまして、日本人グループも作ってもいいかということで、で、日本人グループを立ち上げました。で、今年の会合で2回目になるんですけれども、まだまだ、小さいコミュニティですけれども、興味のある方は、Facebook で、Japanese Women in Computing ですね。Japanese Women in Computing。というふうに、グループサーチをしていただけると、私たちのグループが見つかると思いますので、一応安心していろいろ話せる環境を作るために、プライベートのグループになっていますので、参加したいですというリクエストを飛ばしていただければ、私たちで、アプローブをして入っていただけることができますので、という感じでお願いします。それから、さきこさんは、東京の方でまた別のイニシアティブがあるので、そちらどうぞ。こちらはローカルコミュニティを、各20都市ですかね、世界中の20都市でやってる中に、東京があります。で、東京の、グループは何をやってるかというと、2月にローンチしたところなんですが、例えば、ネットワーキング、ブランチをして、その後、勉強したい人は一緒に勉強しましょうっていうことで、コーディングの勉強をしてみたりとか、あとは、全くこう、PC を持ってくるのは禁止ねって言いながら、持ち寄りでピクニックをしたり、あとは、IT 業界の人限定ではなくて、例えばこれから IT 業界に入っていきたいなみたいな人をですね、その人たちがノンテックからテックに行くためにはどんなことが、方法があるんだろうっていうようなセミナーをやっていたりとか、いろいろなことをですね、幅広くセミナーをやってみたり、ピクニックやってみたり、ミートアップをやってみたり、しているところがあります。ここはですね、anitab.org の中に、サイトがあって、URL は、https://community.anitab.org tab.org/groups/東京というのがありますので、anitab.org 東京
で、まあ、探せるかなと思いますので、ぜひ、足をと言いますか、ぜひ訪れてみてください。はい。今言っていただいた2つの、グループのリンクも私のショーノートウェブサイトの方で、www.herconferencehawaii.com のそのショーノートの方からも飛べるように私もリンクを入れておきますので、今ここで聞いていて、うん、電車に乗ってるから今で、とか運転してるから書き取れないっていう方は大丈夫です。そちらに、後で、ウェブサイトの方からまた飛ぶこともできます。で、実際この、Facebook の Japanese Woman in Computing っていう、これは日本人のグループなんですけども、言語は日本語で、やって いらっしゃるんですよね。そして、どなたでも、アメリカにいる日本人だけではなく、世界どこにでもいる日本人の女性が参加できるということで。できます。はい。実は男性の方もいらっしゃいます。やっぱりはい、加入、参加していただくときに、どういった理由で日本人のこの女性の、こう、サポートグループに参加したいですかっていうことをお聞きして、一応例えば日本の、コンピューター業界で働いていて、女性を応援したいとか、そういう方もいらっしゃるので、女性に必ず限るっていうことはないんですけれども、やはり先ほども言ったように、なるべくこう安全な、なんか何でも言っていいよっていう、そういう環境を作りたいなと思っていますので、うん、まあそんな感じです。はい。で、さきこさんが紹介していただいたその東京のグループは別に東京に住んでいるからじゃなくても大丈夫。ですね。そうですね。参加していただくのは特に資格はないです。ただ、主催側がミートアップとかを東京に在住しているものですから、東京でやることがほとんどなので、まあ、東京にいなくても、そういったつながっていたいとか、情報交換したいっていう方は、ぜひ、参加してください。はい。今日はもう本当にどうもありがとうございました。いつも私が話、できないような話もできましたし、また、このコンピューターの、まあ、自分が今普段、今の会社なんですけども、特に女性が、私はエデュケーションのインダストリーなので、実は女性が結構活躍しているので、私のオフィスも実際、女性も IT グループって結構いるんですね。なので、でもやっぱり、こう、私の視界もすごく狭いものでして、やっぱ、蓋を開けてみると、ここでもやっぱり女性の問題っていうのがたくさんあるんだなっていうことが日本だけでなく世界中でもあるんだなっていうことをすごくお勉強することができたのでとってもいい機会になりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。みんなで頑張っていきましょう。はい、はいはい。ということで、リエコさん、シリコンバレーのリエコさんと、東京に在住のサキコさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか？この機にぜひ、リエコさん、サキコさんへ、ぜひぜひコネクトしてみてください。Remember, you don't have to apologize for who you are. You are already good enough. Have a wonderful day. Bye bye!